こんにちは、ブブディアです。今日はゼブワンのペンコン MD が前届いた時の開封動画をこの前アップしたんですけど、今回はポップアップストアの MD が届いたので、そちらも開封していきたいと思います。また今回も共同購入でみんなで買ったんですけど、ちゃんと許可をもらってまた動画を撮っていきたいと思います。早速段ボール、あ、ゼロズなのでつけてます。またウィズミューから大きな箱で届きました。開けていきたいと思います。じゃん、ハオ届きました。順番に開けていきます。まずはミニフォトブック、ポストカードスタンプセットです。ミニフォトブック、私も買ったので中をちらりと見てみたいと思います。じゃん、ハオ。あ、まず一人ずつのページが9人分ある。誰見せようかな。こうやってメッセージがあって、バランスゲームとかで、こうやって一人ずつ写真があるみたい。じゃあハオちゃんのとこをチラ見せしよう。もう私ジャンハオの字が好きすぎて、てか見て、このウサギを抱きしめてる可愛いハオちゃん、字が本当に超綺麗、めっちゃ好き。もうハオの字大好き。なんかハオ文字っていうフォントとか本当に出してほしい。うん、こうやってバランスゲームと、あとハオエチゾンハッペとチャローズイゴモゴバハオちゃんはやっぱりグルメちゃんだと思うので、バブルめっちゃご飯送ってくるから美味しいものをたくさん教えてくれそう。メガネ最高。あとのこの表情がもう赤ちゃん赤ちゃんなんですか。半ズボン似合うだね。うわリキ、いい顔、いい顔してる。アンデラインの字めっちゃ大きくて可愛い。감사드립니다。勢いのあるユジンちゃんの字可愛いね。ユジニエ추종タップルはエボランド、ゼロジでゼロジ、イゴモゴバーはラーメン。じゃあ今日ラーメン食べようかな。これさっきまであんなに可愛い赤ちゃんフェイスだったのに。てかハオちゃんさ、見て、このおすすめプレイスとさ、食べてほしいおすすめのご飯、こんなにたくさん書いてくれてる。ちょっと後でゆっくり読みたいと思います。これは缶バッジ3セットです。ミニフォトホルダーセットがこうやって2種類あります。こっちは私が韓国でポップアップに行った時も売ってたんですけど、こっちの衣装の方が、フリフリの衣装の方が人気すぎてもう売り切れてました。ハンビンと、これはテレとリッキーとゴンクです。で、あとはこのミニ L ホルダーセットの白と青が届きました。これ一個ずつ開けてみ、この青い方から開けてみます。まずはこういう風に、おお、ファイルになってる。ここにこれか入れますけども、いきます。あ、かわいい、ハンビンで、ジウンさん、この衣装かわいい。かわいい、ハオちゃん、あざとい。もうポーズが、手をつまんで目を閉じてる、かわいい。で、安定のピントが一生合わないっていう。で、メテュー、あ、かわいい。やっぱこのフリフリのシャツの衣装が大好き。待って、かわいい、テレかわいい。こんなキューっていう口をしてる。イケメンだ、イケメンです。ギュビン、あ、かわいい。あ、いつものギュビン角度よりはちょっと、まだ、そんな角度ついてない。あ、ゴヌヌー、かわいい。あ、俳優陣。シュキ。ハートを作ってみました。こんな感じですね。白い方、こ
っちも白いホルダーがあって、あ、ハンビン、かっこいい。こっちはみんな何？自然とゼロベースワン。ジューン。待って！もうこのハオちゃんお気に入りの、かわいいお口をしてる。で、あ、メンキューかわいい。耳作った。テレー、テレも、なんだっけ、アグンパ。アグンパンはドヨン。うわ、美術品みたい。かっこいい。あ、かわいい。ギュビン。で、ゴヌヌ、自然光とゴヌヌ、最強。あ、はーい、かわいい。ということで、9人かわいく揃いました。じゃん、ハオ。ジャンハオです。いいね。リッキー。で、これはちょっと後ろ、ゴヌクのサインが見えてるんですけど、特典、5万ウォン以上ご購入の特典トレカを見ていきたいと思います。せーの。はおちゃん！でもこれもう持ってる。超かわいい。ちゃんぐいポーズをしてますね。はおちゃん。で、これは、お！ギュビビだ。ギュビビかわいい。あ、ジュンさん。かわいい顔してるじゃん。あ、ハンビン！かわいい！これはなんか、ヘンチって感じ。え、かわいい。あ、ユジンかわいい。かわいい。あ、ゴヌヌだ！かわいい、かっこいい。この衣装のズレは本当に大好き。あ、ハート完了。メテュー、かわいい。ハートの中に入ったメテュー。リッキー、本当に王子様すぎるのよね。あ、ハンビーン。リッキー、メッキュー、え、かわいい、無邪気。チューン。ハオー、大変。うさぎ持ってる、ハオちゃん、かわいい。テレ、ギターのお兄さん、解釈一。え、かわいいなぁ。かわいい。じゃあまずはラゲージタグから開けていきたいと思います。記念すべき最初の1個目です。じゃじゃーん、開けます。さあ、一発目誰が出るかな。これはどういう感じで入ってるんだろう。この中にトレカが入ってるのかな。ん、あ、この中だ。あ、あった。名前と住所と電話番号を書いてくださいってことですね。了解です。はぁ、緊張。これどっちにこうやって入ってんのかな。あ、さあ、記念すべき1個目は、あー、じゅんさんだー。指ハートしてる、かわいい。それでは2つ目開けたいと思います。お？ん？ユジンチェ！ユジンチェ来ました。かわいい！マンネ、あ！マンマクズ。マンマクズが来ましたよ、マンマクズ。次！緊張。ダメだよ。待って、ハオちゃん来てくれてありがとう。メガネ大好き、ハオちゃん。じゃあ次、リッキーが出ましたね。かっこいい。なんか本人は白とか黒、ブラックコーデが好きそうだけど、髪の毛の色がこんなに綺麗なホワイトブロンドだから、こういう紫すごく似合うと思います。次、んん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 
きました。長男なんかめっちゃかっこいいイメージあるけど、こういうポーズとこういう表情すると可愛いところがありますね。次かな、誰かな、ゴヌヌ、ゴヌヌが来ました。かっこいいけど可愛いみたいな顔してる。残り3つになりました。来ます。お、誰だ、あ、メテュじゃない、メテュだー、可愛い、アギホランイって感じです。残り2つ、ハンビン出てないんじゃない、ハンビンとテレ、ハンだってテレが出てないかな、ハンビンとテレとギュビンかな、あ、おーと言っていたらハンビンが来ました。ヘムニャンイ、ヘムニャンイって名前かわいい。ラスト、ラストです。さあラスト誰が出るのでしょうか。テレーは、なんか前髪重めじゃない、前髪重めだし、めっちゃリッキーと似たようなニットを着ているテレが出ました。ということで結果はですね、こんな感じでジュンさんとハオちゃんとハンビンとテレーとミッキューリッキーゴヌヌユジンチェっていう感じです。次はパスポートを開けていきたいと思います。じゃん、ハオ、パスポートは後ろにこういう感じでトレカが入ってるみたいです。で、おー、なんか高級感ある感じがする。で、パスポートを入れるんですね。入れてみよう。じゃん、ハオ、私のパスポートです。パスポートオープン。おー、いい感じ。これから私もこのパスポートケースを使って旅行に行きたいと思います。最初の1個目のトレカは果たして誰なのでしょうか、誰なのでしょうか。テレーでした。かわいい、この V、 顎 V ポーズ。このパスポートも9個買ったので、被らずに出てくれば、これはもうシンプルにトレカをパッて出していきます。せーの、パッ。メテュー、え、待って、メテュー、このポーズめっちゃ好きじゃない。ゼロ2ラインの2人がまずは登場しました。せーの、あ、お、またメテューが来た。アギホランイメテューメテューでーす。せーの、あ、ハンビン、ハンビン、ドアップセルか取りがちハンビンさん、あ、メテュービン、メテュービンですね。これは結構川ハンビンじゃなくて池ハンビンって感じ。緊張緊張。せーの、かわいい、あなたはかわいいです。コーヒーを飲んでウインクをしているあざといハオちゃんです。お、ユジンチェ、ユジンチェが出ました。かわいいね、ユジンチェ、ユジンチェ。え、待って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 、なんか食べてる。いきます。あ見えちゃった。ハンビーンです。いきます。せーの。あ、ジュンさん。あ、これは真顔で、池長男っていう感じのジュンさんが出ました。ラスト1。誰が出るかな？いきます。え、ヒョンラーめっちゃいる。まずはジュンさん出たでしょ、でハオちゃん出たでしょ、でハンビンも出たでしょ、でメテュで、テレ、そしてユジンチェという感じになりました。そうですね、今回も楽しく楽しく一人で大騒ぎ開封をしておりました。あ、この動画最後一緒にペンライトも紹介しよう。ゼブワンのペンライトが届いたので、そっちも開封したいと思います。
ハンビンかわいい。結構大きい箱でこうやって届きました。横もまあまあ大きいです。開けていきます。パカッパカッ、じゃーん。おお、じゃじゃーん、すごい。わ、結構重たい。すごい。わ、かわいい。顔文字がこうやってついてる。めっちゃかわいい。すごい、結構大きい。こうやって、あ、重たいわ。どうやって持つのがすごい。腕は、結婚指輪が届きました。薬指にこうやって、結婚指輪が届きました。電池をここにまず1個、よいしょ。電池を入れました。せーの。はぁ、光った。かわいい。じゃーん。おー、すごいすごい。ブルーになりました。で、白。あ、綺麗。見て、こうやって色が変わるの。すごい。これは、あー、真ん中から、おー、すごい、いろんなモードがあるんだ。これは、あ、ぐるんって。おお、やっぱりこの青、いい色、かわいい色。めっちゃかわいくない？こうやって、めっちゃかわいい。いいじゃん、いいじゃん。ペンライトと一緒についてきたトレカも出したいと思います。ハンビーン！待って、ほら。かわいい。ハンビン、前髪下ろしてるのかわいい。ハンビンです。一人目。ジューン、あ、ジューンはこれ、光ってるんだ。かわいい。いいですね。お花の型の形めっちゃかわいい。ハオちゃん、かわいい。ハオちゃん、これさ、何、持ち手を握るんじゃなくて、手で持ってるの。これね。ほら、私がやろうと思ったら無理なわけ。こうやって、もうね、ほら、支えられないの。それをさ、こんな軽々とってことは手が大きいってこと。胸キュンポイントです。だってさ、どうなってるの？小指と、バイオリンの支え方だね、これは。こうやって持ってる。だって無理無理、落としちゃう。ジャンハオさんは、手が大きい、みたいです。もうまた好きになっちゃった。で、あ、メテュー、メテューも青く光らせてる。かわいいね。次、あ、テレは白。白に光らせてる。かわいい。みんなこの日の、なんかポワポワしててかわいい。あ、リッキー。リッキーは光ってない。リッキーがもうキラキラだから。ペンライトの光はいらないってこと？あ、ギュビビ。最近ギュビビって呼んでる。ギュミーン、かわいい。あ、ゴヌクは、このペンリング？ん？ライトリングの中から顔を出す系ね。あー、ユジンちゃんかわいい。この日あれじゃん。背中にウサギしょってた日のユジン。スポットライトユジンちゃん。ゼベワンのペンライトもちゃんと手元にあることなので、あとは、現場がちゃんとあって、現場に行けて、ちゃんと当たって、徳を積んで、運気を上げたいと思います。今回も見てくれてありがとうございました。またねー。